サディカップ、メキシコのメックです。先ほどツイッターに流れてきたんですけど、ラッパーのねイエローバックスさんが大麻で逮捕されてしまったとのことなんですけども、僕は今メキシコに住んでて、まあラップもやってるんですけど、来月かなメキシコは嗜好用のね大麻がね合法化される流れになってます。今年中になりそうな感じですね。大麻ってそんなに体に悪いものでもないし、むしろ体にいいものと僕は認識してるんですけども、そういったものがね日本は厳しいのでいろいろやりづらいところもあると思うので、一度ねメキシコ1ヶ月でも2ヶ月にも来てもらえれば、僕いろいろこっちのヒップホップシーンのこともだんだん分かってきたし、いろいろ紹介できることもあると思うし、イベントとかも結構コロナ禍の中ではすごいやってる、盛んにやってるんですよ。メキシコってシーンも面白いシーンがあるので、その辺お見せできることもあると思うので、まあ、一度遊びに来てみたらどうですかね。今後はねメキシコに移住する人も日本人だけじゃなくてね、いろんな人も増えるだろうし、比較的まだまだ自由のある国なので、住む住まないとかそういうレベルじゃなくて、ちょっと遊び来てライブしてみたりとか、こういう国もあるんだっていうところをね見ると世界が広がると思うんで、こっち住んで自由にやってる身としてはね、そういう選択肢もあるんじゃないかという、選択肢というかね、メキシコいいですよっていうお話ですね。僕なんかもすごいね、みんな受け入れてくれてるというか、すごい日本人のことを理解があって、皆さん優しく受け入れてくれるので、やっぱアメリカももちろんいいんですけど、なかなか日本人がアメリカで戦うってなると、またそれはそれで、ね、大変な、ヒップホップの本拠地ですからね、日本人が行っても別に珍しくもないし、こっちだと結構まだ珍しいっていうか新鮮な目で見られるので、すごいフィードバックも早くていいし、一つのチャンスって言ったら失礼ですけど、世界が広がると思うんで、そういう意味でメキシコ方面来られるんでしたらご連絡いただけたらなって感じで、今回ねアップさせていただきました。ということで、ね、なんかそういうニュースを見かけましたので、メキシコ在住日本人ラッパーからの一つの意見でした。ということで失礼します。ニートメヒーコ、こちらメキシコ、メキシコシティ、メアロカ、デセンテラド、エテセル、テイショクサ、エメヒコレメク、不定職者がメヒコにも一匹、クズもピンキリ、黒髪ピッピピッ、バリに病んでる、吠えたハポネス、二度寝した後俺は三度寝。アリエンテ無理、アリエンテ副反応で40度は無理、カリエンテ。